のケツの青い新人です。ソープとは妙な名前だな。地獄を味わっている。救出しなければ仲間を見捨てはしない。ザカエフ、イムラン・ザカエフ。多くの者が移ろう中、不変なものもある。悪しき者は去り、次の世代が現れる。力の虜になった者はいつも同じだ。我々はロシア人と手を組み血を流したが、奴らを見誤っていたな。歴史とは勝者が記すものだ。物語は完成したはずだった。現実は終わりなどない。新たな悪役が出番を待っている。状況は変わった。原理も運命さえ。昨日の敵は今日の新兵というわけだ。彼らを忠実な猟犬のように鍛えろ。そして祈れ、飼い犬が主人の手を噛まないようにな。これまでと同じことだよ。言っていることはわかるな、フォーリー軍曹。飴と鞭だ。今日は新人が一人ピットに入ります。最高の人材ですよ。ここで射撃の基礎を学んでもらう。これよりこのアレンが君たちに武器の実演指導を行う。言わせてもらう。諸君の多くは腰攻めで撃って弾をばらまきがちだ。そんな姿勢では当たらんし、間抜けにしか見えん。見本を見せてやれ。テーブルの武器を使って背後のターゲットを撃て。振り向いてターゲットを撃て。今はまだサイトで狙うな。私が言いたいのは腰攻めで撃てということだ。見たか、弾をばらまいただけ当たりはしない。ターゲットを狙うには安定した姿勢から慎重にサイトを覗けばいい。我らが友人たちにレンジャーの腕前を見せてやれ。まずはしゃがめ、それからサイトでターゲットを狙うんだ。たったこれだけのことだ。ターゲットを倒したいかならサイトで狙ってみろ。サイトで狙うと素早くターゲットを切り替えることもできる。的を狙った後に一旦照準を外しまた狙え。見せてやれアレン。照準の近くに標的がいるときはサイトを使うと素早く標的に狙いが定まる。そういうことだ。ターゲットは素早く落ち着いて倒すことだ。
ターゲットが何かに隠れている場合、薄いものなら弾丸は貫通してターゲットに当たる。アレンが実演する。木のパネル越しにターゲットを撃て。大事なことを言い忘れた。フラググレネードの投げ方を覚えておけ。テーブルのフラググレネードを取れ。まとまったターゲットにグレネードを投げて一度に排除するんだ。よし、フラググレネードは傾斜地では転がりやすい。グレネードを投げる場所には注意しろ。協力に感謝する。次はピットに行ってくれ。シェパード大将が視察に来ている。よし、誰が最初だ。今までの成果を見せてくれ。よく戻ってきたな。シェパード大将は何かの作戦にここから一人連れて行くそうだ。それでスカウトに来てるんだ。まずハンドガンを取ってこい。よし、ライフルに持ち帰ろう。よし、またサイドアームに持ち帰ろう。素早いだろ。ハンドガンへ持ち帰るのはリロードよりも早い。余裕を見せろ。シェパードが見てるぞ。最高の兵士は最高の部隊に配属されるものだ。さて、お前はどうかな。 OK、 次だ。最初の標的が上がったらタイマーがスタートする。悪くはなかったが、まだ物足りんな。上に行ってチームと合流するか、もう一度コースを走ってもいい。よし、ハンター班は全員車両に戻れ。出発する。全員車両に乗れ。出発する。我々は人類の歴史の中でも最強の軍隊だろう。どんな戦いをも制する。なぜならどこで何が起ころうとも見過ごしはしないからだ。最新の兵器を使いこなすことが恐るべき破壊から君たちを守り、人々をも守る。君たちに自由は与えられない。だが自ら勝ち取る術を教えよう。いいかね友よ、それは鋼鉄の基地より価値あるものだ。誰でも一番強い武器が欲しいものだが、最も重要なのはそれが誰の手に渡るかだ。
英雄を渇望する声が聞こえる。物語の幕は上がった。歴史とは勝者が記すものだ。さあ始めよう。はい、ダイブ。どっちなんだよ。左のか右のか。左のやつだ。もはやタスクフォースに当たっちまうんじゃないか。シェパードはそんなこと気にする球じゃないだろ。うえ、やっとぜ。大隊が移動するぞ。よし、移動だ。おい、見ろ、ビルが倒れるぞ。ハンター2、離脱する。了解だ、ハンター2。ハンター2、各員へ。民間人に注意しろ。向こうが撃ってくるまで発砲はするな。屋上の敵に注意しろ。冷静にな。何か見えるか？何も見えない。まるで廃墟だ。ああ。オーバーロード、こちらハンター2、1。エリザベス通りを渡ってハーウェイトンネルを通過中。了解、ハンター2-1、注意して進め。用心しろ、この辺りは無法地帯だ。了解。路地に注意しろ。援護する。12時方向のバルコニー、警報兵3名、おそらく民兵だ。武装してるのか？いえ、こっちを見てるだけです。絶対俺たちを見張ってる。それだけじゃ撃てないな。おい、こっちは見えるか？何もいないぜ。ハンター確認へ。こちらフォーリー軍曹、攻勢に備えろ。攻勢に備えろ。こちらの打砲砲がスナイパーの攻撃を受けている。数が多すぎる。交代しろ。明日クワだぜ。
が伸びてる。こちらハンター2-3、支援に感謝する。これより離れる。オーバー。了解した 2-3。 今資料室を通過中だ。無駄口を叩くな。教室に駆け込んだぞ。ハンター2-1指揮官よりオーバーロード、クリア。ハンター2-1指揮官、こちらオーバーロード、状況を知らせろ。二人出るぞ。学校を制圧、敵はエリアから撤退中。このまま仕上げるぞ。了解、ハンター2-1指揮官、集合地点まで注意して進め。敵が残ってるかもしれない。オーバー。了解オーバーロード、忠告に感謝する。アウト。分隊、残った敵兵に注意しろ。集合地点へ向かうぞ。12方向に敵陣。援護しろ。ボーイ、了解、逃げた。よく戦ってくれた。君は今から私の部下だ。ヘリの中で説明しよう。行くぞ。大隊が移動するぞ。
どうですか。どう見ても奴らの仲間だ。秘密任務にはうってつけだな。標的はマカルフですか。あいつに生きてる価値はない。金で人を殺す狂犬のような男。新しい ID をしっかり覚えろ。生き延びるためにな。141へようこそ。エリスグリの兵士による最強の部隊だ。最高の名誉です。他のメンバーは。連中は敵地に落ちた ACS モジュールを回収に行っている。すでに。ああ、今頃は凍えているだろう。休憩は終わりだ。行くぞ。ここで俺が合図を出せろ。待て。よし、氷の状態はいい。ついてこい。じゃあな、相棒。向こう側で会おう。相棒、向こう側で会おう。
さっきと同じだ。3カウントだ。1、2、3。よくやった。
MP にはサーバルサイトがある。見つかるぞ。目立つなと言ったろ。行くぞ。
攻撃を受けたら、まもなく到着する。スロットルでかい、止まるな。タスクフォース151が ACS モジュールを奪還した。たった2人で軍事基地を制圧した。